おはようございます、リオフィールドスタッフの大平です。今日はですね、地元九頭竜川水系、活性の高いシーバスを狙っていきたいと思います。使うルアーは、シーク、あとバイブレーションですね。この辺をメインに、各所点々と回りたいと思いますので、よろしくお願いします。よっしゃ、来た、あ、来た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 、フィッシュです。はい、釣れました。よっしゃ、来た、来ましたね。よし、あー、吸い込みを食ってきた。はい、釣れました。マニックフィッシュ88、これでいきます。あれ聞いてるな、やっぱもうちょっと出んなダメやわ。結構やっぱりベイトもいっぱいいるし、必ず通るときには寄る場所みたいな、まあ逃げるいう道の駅みたいな感じだね。分かりやすく言えば道の駅。まあでもリバーシーバスって各そういう場所を狙っていくって感じだけどね。ルアー変えます。まあ今日はシークで。はい、もうちょっとスローな展開でいくかな。はい、次、シークでいきたいと思います。いく、おい、音、お、すげえ、なんか騒いできた。釣れそう、もう釣れそう。シークなんですが、まあここ地元の九頭竜川水系で僕が意識して使うのは、まあ表層にベイトがこう上ずってる場合でも、そこまで跳ねてないみたいな、追われてもない、ただ警戒してこう表層付近をこう泳いでるようなこうベイトの動きが見えた時にシークを使うようにはしています。あ、ベイト光った、ほら。よっしゃ、来た、ナイス、来ましたね。はい、キャッチです。はい、釣れました。ヒットルアーはシークとか、表層を、意識してちょっと早めにリトリーブしたら、なんか後ろから追ってくる姿が若干見えたんで、なんかもしかしたら食うかなと思ったら当たりましたね。
この時期にはレギュラーサイズなんで、楽しい一本でした。はい、移動してきました。次はですね、このオープンエリアで、じゃあ使うルアーはこちらになります。リアリスジャークベイト130です。ソルトカラー、これいきたい。はい、さて釣れるかな。はい、ちょっとプラグで探ったんですけど反応がないんで、ちょっとロッド変えて、こいつで締めたいと思います。プレートバイブですね。はい、はい、ウェイトは 15g でちょっとミドルレンジを探っていこうと思います。ちょっとレンジによっては反応がありなしが差が出るときなので、ちょっと今 15g で探ってみたいと思います。ここは、あ、来たかな。あ、来た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 。フィッシュです。ちっちゃいちっちゃいでも可愛いけど、まあまあ引いて面白いな。はい、キャッチです。ちっちゃい、可愛い。はい、釣れました。まあ、可愛い魚ですけど、まあ、それなりに引いて楽しかったです。まあ、通常の巻きですね。着水して着底後のリトリーブ、巻き上げで普通に釣ってます。はい、本日使用したルアーを紹介させていただきます。まずはこちらベイルーフシーク85S と 68S です。はい、シークのですね、アクションの特徴といたしましては、S 字がメインの、通称シークスライドアクションと言われる動きになります。シークの 85S と 68S の使い分けなんですが、今回はですね、ちょっとベイトサイズが、若干小さめということで、68S をメインに使ってみました。今後ですね、ベイトサイズがこう大きくなって 85S っていう投入の仕方もありだと思います。今後ですね、表層付近で、楽しめる飼育をぜひ皆さん使ってみてください。はい、続いての、ルアーです。こちらになります。メタルガレージのプレートバイブになります。はい、メタルガレージプレートバイブですが、重さの展開がですね、10g、15g、20g、26g の4種類の、展開となります。ここ福寿川水系で使用するのはだいたい6月から、8月ぐらいの間で、使い方としてはですね、もう本当にオープンエリアを幅広くとりあえずサーチしたい場合には、もってこいのルアーとなっております。カラー展開も豊富で、当たりが遠のいた時なんかはカラーチェンジをして使ってみてください。はい、デーゲームでも、簡単に投げて巻くだけで使えますので、皆さんもぜひ手に取って楽しんでみてください。はい、移動してきました。次のオープンエリアです。使うルアーはプレートバイ15g です。はい、これでいきたいと思います。おっしゃ、来た、来ましたね。よし、これは、あ、ナイス。ちょっとちっちゃいかな、でも、まあでもいいや。ナイスファイト。おいでー。はい、入りました。やりました。
はい、はい、釣りました。プレートバイブですね。だいたい60ないかな、あるかないかぐらい。あ、でもよく引いて面白い一品ですね。まあ、なんかこの時期らしい魚とファイトでした。はい、では、続けてもう連チャンを狙って頑張りたいと思います。はい、さあ来るかな、来るかな。あ、来たかな。あ、ついてますね。あ、来てる来てる。今変な食い方でした。よし、少し観念したかな。はい、やりました。2本目ですね。ここで赤金です。赤金、カラーチェンジして今度ゴールドシャッターですね。こちらでいきたいと思います。おー、来た。あー、吸い込みを食ってきた。よっしゃ、はい、入りました。またもやプレートバイブですね。もう連チャンですね。ワンキャストワンヒット状態です。いい感じですね、これも。うん、元気でナイスファイトでした。一発来ないかな。おー、来た。連続バイト。これもなんか吸い込むように。お、結構大きいよ、さっきより。これ今日1じゃない。うん、やってや、おいで。よっしゃ、今日1じゃないですか。太いな、でも重たい。いいサイズ、重いかと思っちゃいました。はい、お疲れ様でした。今日はですね、朝小雨が降る中ですね、サーフェスレンジの魚をこう飼育でこうチェックしたんですが、ちょっと、水温がちょっと冷たくて厳しいかなという状況でした。昼からですね、メタルガレージプレートバイブで多くのシーバスとファイトすることができて楽しむことができました。夏場のシーズン、オープンエリアで楽しめるメタルガレージプレートバイブ、シークなどを使って皆さんもぜひ楽しんでみてください。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。